俺の名前は泉正宗。高校生ライトノベル作家として活動している。そんな俺には血のつながりのない引きこもりの妹がいるのだが。はじめまして、兄さん。妹にはとんでもない秘密が隠されていた。久しぶり、兄さん。お前がエロ漫画先生なのか。そんな名前の人知らない。俺の小説のイラストを描いているエロ漫画先生、その正体こそが俺の妹サギリだったのだ。皆さんこんばんは。今日もよろしくな。キャラを変えて生配信したり、ちょっとスカートめくってみて、女の子のパンツが好きだったり、出ないダダをこねたり、出ないから出ない、真剣な顔でイラストを描いたり。イラストを描き始めたきっかけはお母さんが教えてくれたから。そこには俺の知らない妹の顔があった。俺は妹を題材にしたライトノベルを描く。いいぜ泉先生、やってやろうじゃん。それはあなただけの夢じゃない、俺たち二人の夢にしよう。ラノベ作家とイラストレーター、兄弟の新しい関係と二人の夢、そして俺とサギリの物語は騒がしい奴らによって鮮やかに彩られていく。めぐみんでいいですよ。サギリのクラスメイト、リア充委員長のジンのめぐみ。特別に私の次のシリーズあんたのとこで書いてあげる。うちの隣に引っ越してきた売れっ子ラノベ作家の山田エルフ。正宗君、私のものになりなさい。累計発行部数1000万部超えの大作家千住村正。うちにも特別コーナー作っといたよ。本屋の看板娘の高砂智恵。いろんな人の協力や励まし、そしてサギリの努力もあって、とうとう俺たちの新作世界で一番可愛い妹が完成した。二人の夢に向かってまずは第一歩。俺たちの物語は続いていく。アニメエロ漫画先生、2018年10月より再放送決定。そして2019年1月 OVA 発売決定。